こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。前回は信じ込みが直せる人と直せない人の違いをお話ししましたね。直せない人は赤ちゃんの頃の扱いにまだこだわっていることが多いものです。誰でも赤ちゃんの頃に当たり前に得ていたものは既得権と同じで、それを失うだけでひどい扱いを受けたと感じるものです。よく考えるとそれは間違いですよね。それが分かったら、今日はそれを直す方法へと進みましょう。ということで、今日のテーマは信じ込みを直す方法です。前回の私はいつも注目されるという信じ込みがネガティブに変わる例で説明しましょう。それはもともと下の子が生まれて親が注目してくれなくなったという出来事で生じたのでしたね。つまりショックを感じたのです。まずはここから直します。前に潜在意識と話すやり方で5つ学びましたね。癒す、褒める、叱る、励ます、諭すでした。これを使って直すのです。6歳の自分をイメージしてその子に次のように言いましょう。あなたはお母さんが急に自分に注目してくれなくなってびっくりしたのね。もう私なんかいらないんだって思ったのね。悲しかったね。それでもお母さんに言われて赤ちゃんの世話を手伝ったり自分のことを自分でするようになったね。偉いね。でもね、あなたはそれ以来お母さんに時々反抗したり拗ねたりするよね。そして怒られたね。そしたらまたあなたはお母さんは私のこと嫌いなんだと思ったよね。その態度は間違っているよ。勇気を出してお母さんに謝ってごらん。言うことを聞かなくてごめんなさいってね。そしたらすっきりしてあなたはもっと積極的になれて能力が高くなるよ。さてこれからが一番大切な部分、諭すという部分です。こんな風に諭します。あなたは勘違いしたのよ。お母さんはあなたが必要なくなったわけでも嫌いになったわけでもないよ。ただあなたが大きくなったからもう赤ちゃんのような世話が必要なくなったのよ。それは下の子が生まれたせいでもないし、あなたを愛していないわけでもないよ。あなただっていろいろなことができる方がいいよね。一人で行動できる方がいいよね。だからあなたはお母さんの手から離れたのよ。大人の自分は一人でいろいろなことができることが素晴らしいと分かっているの。自立して行動できることも素晴らしいと思っているのよ。だからお母さんを恨むのはもうやめて、これからは前を向いて自分で自分の人生を作っていこうね。大人の私はあなたをとても大切に思っていて幸せを与えてあげたいのよ。だから頑張りなさい。あなたが大好きよ。いかがでしたか？このような文章を修正文と言います。修正文を6歳の自分に読むのは潜在意識を直す上でとても強力な修正の方法です。このように言われて6歳の自分はどんな表情をしましたか？パッと顔が明るくなって幸せそうに微笑んだら成功です。でもこれはたったの1回分の修正です。何年も積み上げてきた思いは一回の修正では変わりません。毎日続けてくださいね。するとちゃんと結果が得られますよ。